突破には、ね、厳しい、あのー、グループに入ったなというふうには思いますけどね、まあ、ワールドカップに出てくる国というのはどこも強豪なので、このグループリーグ突破というところは非常にこう難しいというかね、えーまあ、この3試合の中でどう突破をに向けてねどこの国も狙ってくるわけなので、ただこのグループ E は。 もう優勝経験国、優勝候補の2カ国が入ってるんで、まあ、この2カ国のね、スペイン、ドイツの壁をいかにこう破って加わっていくかと、まあ、そういうグループですよね、ここはね、端的に。 ワールドカップというやっぱ舞台でああいういわゆる大国といきなりグループリーグで2つ戦えるっていうのはある意味幸せななのかなと思うんですが僕もそこを今日はね、本当に強調したいところだったんですよ。今回ドイツとね、初戦を迎えてで第3試合でスペインとこのグループリーグでね、本当の本気のね、えー、ワールドカップ優勝を狙って。 行くヨーロッパの 2, 2つの大国とねグループ予選で戦えるっていうのは、まあ、これは日本の今までの,この進歩してきたサッカーを図る上で貴重な、ね、対戦できるんじゃないかなっていう意味で非常にワクワク感がね膨らみましたね。 ベスト8以上という目標を掲げる上で大国を一つやっぱ倒さないといけないというところではこの大会日本の進化が問われるのかなと思うんですけれどももう本当におっしゃる通りで本当に立ち位置がそこに向いてきた大会だなというふうに思いますねまあ2006年のねドイツ大会の前にあのジーコジャパンの時には直前のねあの新前試合でドイツとやって2-2のね えー、展開であこれはい,くいけるかなっていうところからスタートした、ね、大会でもありましたからね、まあ、そういう意味では今度は本当にこう初戦を、ね、ドイツ戦で迎えるっていう日本のね、えー、ところ、まあ、本当に今からワクワクワク,ワクしますね、あのー、ワールドカップに向けて。 森保監督をはじめとしたスタッフで、そしてチームでこうワールドカップの,、ね、この出場権を獲得したわけですから、ぜひこのままね、あのー、本当にこうワールドカップでの戦い、まあ、内容と結果というものを、ねえー、示した、まあ、そういう大会にしてほしいなというふうに僕は希望してますけどね。ここから6月、9月あたりには代表戦があります。結果 結果次第では、監督交代というのは、少しは視野には入れた方がいいんでしょうかまあ内容と結果ですよね、とにかく、はい、しっかりとやはり、何を目指して、えー、一戦一戦、親善試合をこう展開して、でえー、本大会に向かっていけるかと、まあ、このやはり準備をね、えー、しっかりとしていくということが大事だというふうに思いますけどね。 まあその中で、えー、どうしてもこう選手はね、ここからワールドカップの選手にな,りあのなるかならないかっていう、この23人の枠に入れるかどうかっていう競争がもう始まってるわけですよね、それはあのアジア最終予選の本当にね、えー、最後の試合のベ,ベトナム戦からもうそこはスタートしてたわけですから。 まあそこに向けて選手たちはあの所属クラブでえこうね結果を残してそしてアピールしてこの日本のね代表としてのワールドカッププレーヤーにこう選出されるためのね戦いというのは始まりますしまた森保監督をはじめえスタッフはそれをしっかりとね自分たちのこう目指してきたサッカーというものをね追求していくという姿だというふうにも思いますね。 僕は今のところでは、やはりこの右サイドの伊東純也選手の存在というところは外せないというふうに思いますね、そしてトップはあの本当、大迫選手が中心の、まあ、そこに誰をこう本当にこう競争相手として、ね、出てくるかというところだと思うんですよね。まあ、そここでで海外でね古橋選手がこう まあ、あの台頭してきましたけども、ちょっとこのね今年に入ってから、筋肉系の、ねえー、怪我ががちょっと続いているので、まあ、ちょっと心配なところありますよね左サイドは、えー、南野選手かこう三笘選手か、いろいろこう意見が分かれそうな部分があるんですけど、関塚さんの視点はどううでしょうかやはりこう中盤を3枚に並べて、 まあやはりのの左サイドのバランスだと思うんですよですからそこは組み合わせも必要だと思うんですよね。南野選手っていうのはやはり三笘選手のようにウィングタイプじゃないので彼はやはりハーフスペースからこう第2ストライカーというかねそういうやはりポジションに入ってそしてアタッキングサードでこう力をはっきりする、ね、プレーヤーだと思うんですよ。まあ、そううなったらやはりこう長友選手のように 上下をしっかりとこう、ね、アウトサイドから攻め上がっていくようなサイドバック、まあ、こういうやはり組み合わせだと思いますし、三笘選手を生かすんだったら、中山選手のようにね、まあ、ボランチもできて、そしてこうインサイドから非常にこうパス出しのうまい、まあ、そういう、ね、サイドバックとの組み合わせというところにもなると思いますし、まあ、それを司るねる左のこの、うん。 中盤の選手、まあ、そこにこう森田選手のように非常にこう自分でも刈り取る力もありますしビルディングアップでも落ち着いてね、こう,うまく相手の立ち位置を見てポジションを取って、えー、前にボールをこうしっかりとね、推進あのパス出せる、まあ、こういうプレーヤーとのやはり組み合わせをいかにこう作っていくかというところだという,ふうに思いますね。ですから 今は本当、長友選手のコンディションがこう上がってくれば、長友選手、そして、えー、森田選手、ねえー、南野選手と、この3人のやはりこうスタートでいくっていうところの一つのオプションもありますし、また相手を、ね、見てあの、中山選手と森、まあ、田選手とお三笘選手で。 いくというそういう,こうやっぱり組み合わせをいかにこう,うまく使っていくかっていうとこは間違いなく富安選手と吉田選手っていうところが、まあ、あのベストチョイスだと思うんですよ、ベースは。でも、やはりこれをお本当に最後ね、えー、直接対決だったオーストラリア戦でいきなりこう。 板倉選手と吉田選手の,、ね、あのセンターバックでできたというのは、東京オリンピックのね、やはりそのこう実績というか、そこでこう戦ってきた2人のペアを使ったとっいうことがね、一つの、やはりこの流れじゃないかなというふうに思うんですよ、それで今度、最終戦のベトナム戦では、吉田選手と谷口選手がやったと。 やっぱりこういう実績って言いますかね、実戦でやはりこう積み重ねていったものが、まあ、やはり交渉、出場停止がね、このセンターバックでは多いところですから、まあ、そういうところでは、本当にこの4人の、ね、組み合わせっていうのは、実際に1月と2月の1日だったかな、そこの対戦ではね、えー、板倉選手と谷口選手で2勝してるし、まあ、こういう4人の組み合わせをしっかりとこう実戦のもとで、ね、 こう積み重ねてこれてるっていうのは、このセンターバック4人に関しては、非常にこう大きな、ね、財産じゃないかなというふうに思ってます右サイドバック、冨安選手を使ってもいいんじゃないかという部分も出てきたと思うんですけど、右サイドバックも含め、サイドバックの人選はどうでしょうか。これは難しいですね <laughs> ただ やはり坂井宏樹選手のね、まだまだやっぱり僕はやれると思いますし、また山田選手の良さっていうのはね、非常にこう、1人でのパフォーマンスと、やはりこう川崎でやってるスタイルでの持ち味っていうのが、まああの組み合わせというか、その辺で、非常に彼自身があのこう、ね、力を発揮できるものも,も示しましたし、そしておっしゃる通りに、冨安選手もね、 あのー、サイドバックできるし、まあ、この辺はやっぱり今度はあのー、相手を見て、あるいは試合の中の90分の中の時間帯でね、うまく組み合わせていけるんじゃないかなというふうには思いますけどね、ただやはり、まあ、この世界基準で戦っていく中では、ワールドカップ、冨安選手が本当、コンディション良ければ。 センターバックに彼のやはりこのカバリングのスピードのね、背後へのスピード、そしてフィードの良さ、まあそういうところも含めると、彼はやっぱり真ん中にいた方がいいんじゃないかなというふうには僕は思いますけどね。ベースはそう思います。まあ彼らがしっかりとこう、えー、所属クラブでね、ね今年のやっぱり終わりシーズン、そして 来シーズンに向けても、うん、コンディションをね、しっかりこう整っていれば、この今3人の中盤というのは、日本の本当に心臓になってるんじゃないかなというふうに思います。グループリーグ突破も踏まえて考えると、この3人に依存していいのか、しかもカードをもらいやすいポジション、はい、ということを考えると、やはり彼らに続く選手が必要だっていう考え方もできます。その点はどううでしょうかここも 本当にこうもう1セットって言いますかね、うん、あの入ってももう遜色ないこのあと3人が欲しいですねこの最終予選でちょっと調子を落としていましたけど、えー、セルティックにとあの移籍した旗手選手は1月は非常にこういい、ね、パフォーマンスを見せてくれてたので、あのー、僕は期待はしてましたけどもやはりこう一気に向こうでね アピールしてたところもあるから少しこう今コンディションが落ちてたのかなというふうには思いましたね。まあ、あと原口選手も,もう経験ね豊かですしあのそういう意味ではあの彼は今ね所属チームでもあの中盤のプレーを、ね、してますしまた前回の,あのロシアワールドカップの時には右のね アウトサイドでの,このプレーっていうものもできてますし、まあ、彼のプレーっていうのは非常にこうチームに貢献できるねハードワークのもとで右も左も中盤も今できるようにプレーの幅が広がってるなっていう印象を受けます、はい、ですからそしてメンタル的にも非常に強い選手ですし、まあ、あとはそういうパスワークとかそういうところでね どれだけその今のリズムの中でプレーしていくかというところでね、えー、いると思うんですよね。あですから、あとは柴崎選手と彼はね1つのフリーキッカーのねあれも克服できますし、まあ、彼がどれだけこれから上がってくるかと、まあ、その3人は本当に中心にはなってくると思うんですよね。うん、ですから、ここに海外でやってる選手は、あといば J リーグでね。 えー、今、プレーしている選手がどれだけ食い込んでくるかと、えー、それを僕は本当に楽しみ、これからね、してますけどもね。